ツイッターの通知来た？よかった。あ、生誕 T シャツありがとうございます。注文してくださった方。ありがとうございます。この前ネームビーのライブ、いいな。みるるんさんのかな。行きたかった。なんか今すごいアイドルのライブを見たくって、なんか本当は今日あの乃木坂さんのツアー行きたかったんですよ、マリンメッセの。でもコロナがやっぱ多いからちょっと行くのを諦めまして。今はお家にいます。めちゃくちゃ行きたかったけどまあ仕方がないなということでお留守番します、することにしました。あとはね、行きたかったけど、梅澤美波さんがめっちゃ好きだから会いたかったです。可愛いじゃんこのリップ。なんかママの借りちゃった。勝手に。まあ、いっか。生誕 T シャツおしゃれだった。本当？ありがとう。初めて写真を入れてみました。生誕日早く着たい。着てほしい。白は着やすいでしょ。なんか今まで白と黒と茶色しか作ったことなかった。いや。なんか大人っぽいぞ。本当？嬉しい。今日はメイクをしたので久しぶりに写真を撮ってました、ずっと。お家でね。あかりちゃんやっほーやっほー。今日誕生日おめでとう。もうそう、生誕 T シャツ4枚目。前髪かわいい。ほんと？ちょっとなんかいつもより薄くした。24時間テレビ見ようかな。なんか24時間テレビ見たらなんて言えばいいんですか、夏の終わりを感じるんですよ。だからもう夏が終わるなって思っちゃった。なんか24時間テレビ見たらやっぱ夏の終わりよね。今日も可愛い、嬉しい。いつも褒めてくれる。少し大人になった。本当？年齢を重ねたからかな。いろいろ大変だった？お疲れ様。生誕 T シャツのデザイン考えるの大変じゃないの？うん、ちょっと大変。なんかあんまり自分デザインとか得意じゃないから、もういつも、もうひねり出してひねり出して書いております。今日も世界一かわいい。じゃあ明日も世界一かわいいでよろしくお願いします。24時間テレビ24時間見たいのに見れない。わかる、絶対寝ちゃうよね。24時間起きてられないよって思っちゃう。でもさ、寝て起きてもずっと同じさ番組なの、結構なんか面白くて好き。夜中とか寝ちゃうね。私も2時までには絶対寝ちゃうんですよ、いつも。
起きようと思ってても3時4時が限界で、24時間はちょっとまだ起きたことがないかな。僕はもう眠いです。あかりも眠いです。実はよく宅配便に起こされるんですよ。なんかピンポーンって、時間指定してないから荷物だいたいまあ時間指定しないで届けてもらうんですけど、早いんですよね届けてくれる人が。この間なんて8時に来たんですもん、荷物が。びっくりしちゃった。なんかいつもだいたいお休みの日って10時とか10時半くらいに起きるんですけど、8時くらいにピンポーンって来てお荷物が届きました。それで起きちゃって、本当に寝起きでドタドタドタって言ってカチャって出ました。結構慌ただしい。でも荷物受け取ってまあ二度寝するんですけど、でも本当に8時に真っ先に届けに来てくれるのはすごいありがたいんですけど、まだね眠いんですよ。え、ショールームって加工できるんだ、知らなかった。時代は進むね。8時早いよね。なんかいつもなんか早くても9時とかだから、9時くらいならまあ全然いいんですけど、8時はめちゃくちゃ早いよと思っちゃって。休みの日の8時は本当に早い。だから二度寝するじゃん。で起きて、あ、そういえば届いてたわってなっちゃう。午前の配達8時から始まるんだ。そうなんだ。あ、体育部24日に出るので見てください。パターゴルフしましたパターゴルフ。誰と、いぶきと小田ちゃんです。推し肌恋しすぎるんだがね、早く会いたい。まあでも見てくださいとりあえずなんかなんて言うんだろう、楽しかったです。難しかったけど、でもまあうまくできたのではないでしょうかっていう感じでございます。メンバー最高や、本当嬉しいなんか終始ほんわかしてました。あれノボルトで撮影したんですよ。で実はその後ノボルトで遊べて、めちゃくちゃもう本当にめっちゃ遊びました。楽しかった、なんか楽しかった確かに毎回バイト行ってるねめっちゃ楽しかった。ずっとノブルトで遊んでました。今誰と身長競い合ってる？誰とも競ってない。今日誕生日おめでとう。行きたい国は韓国。やりたい、やりたいじゃん、行きたいそう、3台以内に入れるやつ。まあどうなるかはお楽しみにということで、はい、確かにおしゃべり会のね日程が早く決まったらいいなって思います。無人島行くならメンバー誰と行く？無人島に行くならでしょう。誰だろうね。なんか自然に強そうな人がいい。
映画終わったらショールーム始まっててハッピー。本当？何見たの？私ね、かぐや様が見たいの。二人とも映画見てきてるの可愛い。仲良しちゃん。あ、葵さんとギャ、確かに火起こし上手だもんね。無人島行くなら火は大事よ。でも無人島って怖くないですか？私さあ、面白くないこと言うけどさ、無人島に何持ってきたいって言われたら船持ってってさ帰りたいもん。あ、そう、ハニレモンソーダも見たいの。でもママとかぐや様見たいねって話をずっとしてる。いや、それはありですか？無人島に何持ってきたいって聞かれて船って言ってさ帰るのって、なんか「あんたつまんない」って言われそう。でも無人島に行ったら帰りたいじゃん。だって怖いもん。かがや様見に行こうと思ってる。いいね、見たいのよ。こないだ友達が見たって言っててさ、いいなってな。ユールは無人島でさやまるの独り言を聞いていたいと思う。確かにさやまる連れてったらなんか寂しくなくなりそう。賢いと思った？本当？賢くはないのよ。賢くなりたいけどね。映画館はどのあたりに座る？隣に人がいなければどこでもいいやって思っちゃう、一人で行くときはね。でも友達と行くときは任せます。基本任せます。一人で見るとしたら両端にあんま人がいないとこを好むので、あとあんま前じゃない方が好きかな。後ろとかの方が見やすいから。泳ぎ得意だよ。でもね、魚触れないんですよ。最近やっと生肉触れるようになって、まだちょっと魚はさ触れないのかな。最近何か食べに行った？何にも食べに行ってない。行きたいけどね、行きたいとこが溜まってく一方ですよ。生もの本当に触れないです。気持ち悪くて。食感じゃない、感触か、食感を食べたやつだ。感触が本当に気持ち悪くてどうしても食べれないじゃない、触れないんですよね。あ、そう、わさび飯買ったよ。お芋さんより先に買って食べたんだ。実は先越されたって言われた。先越しちゃった。いや、そう、触れないけどね食べれる。なんかさ怖いじゃん、なんか鶏肉とかさ触ってさ、その手でなんかいろいろしたらなんか大変なことになるって聞いてさ、怖くてさ触った時本当になんかびっくりするくらい手洗っちゃう。まあそれくらいちゃんとしといた方がいいんだけど。私あれ苦手ですよ、箱の中身は何だろうな、何だろうな、箱の中身は何だろうながめちゃくちゃ苦手なのよ。そう、鶏肉ちょっと怖いよね。一番好きななんかお肉とか鶏肉結構好きなんですけど、自分で触るのはちょっと苦手なんですよね。うん、
そう、見てる分にはね面白いんだけど、意外と手突っ込めなくて、あの一回も物を触れたことがないんですよ。本当に嫌だ、あれ怖かった。心臓になんか悪いなって思いました。食べるのは好きですよ、鶏肉。でもあんま触りたくないよね、できれば。箱の中にカエルとか虫とかいたら、うん、やだ。かえちゃん明日誕生日なんだ。二十歳だっけ。二十歳か。お酒飲める、今から乃木坂のコンサートに出る。いいね。ずんだ好きですよ。でも最近ちょっとピスタチオのブームがすごいのよ。 P さんはもう会えてないのよね。最後に会ったのが去年の12月とか。20歳か、母ちゃん。ウィラが20歳になるにはあと3年くらいか。やっと17歳ですもんね、今年。ゆぶきはバッター触ろうとしてたよね。そうなのよ、すごいよね。セブンティーンですよ、花の。17歳になります。そう、あと3年後にやっと乾杯ってできます。でもめっちゃなんかまだあと3年もあるのに、なんかママとめっちゃお酒初めて飲むとき何飲むって話ばっかしちゃう。なんかどんば本気で怖かった。本気だよ。2ヶ月後には17歳だね。うん、やば。10月ですね、2ヶ月後。早いな。17歳になりますよ。今日も可愛いよ。やった。大人になるんかな、かな。17ですよ。でも成人18歳なんですよね。式は分かんないけど、18歳に一応成人して大人の仲間入りしちゃうんですよ、実は。私の代から。だからあと1年か、1年後には成人してるんですよ。早くない？そう、でもお酒は二十歳からで、なんか式も何歳でやるか分かんなくて、どうなるんだろうって思ってます。大人の仲間入りです。13歳で入ったのにね、もう大人になっちゃうなんてっていう。でもさ、式は二十歳がいいよね。なんかずっとさ、昔から二十歳がさ成人式っていうなんか概念だからさ、自分の中で。だからウィンクできないのよ。かりちゃんの代なら1月に成人式は受験とかあるから無理そうね。それ家族が言ってた。大人になる前に克服したいことある？なんだろうな、人混みかな、なんだろう。
で私本当に人がいっぱいいるとこになんか行くのがあんま得意じゃなくて、克服したいなって思います。なんかちょっとお買い物出て、あ今日人混んでると思ったら帰りたくなっちゃうんですよ。だからちょっと人混みになれたいなと思います。あと満員電車がめっちゃに苦手だから、みんな苦手かみんな苦手、好きな人いないよね多分あんまり。それも克服したい。カリッチー、カリッチだよ。なんかリミちゃんからのカリッチが聞きたくなってきちゃった。そう満員電車がね苦手なのよ。今クレヨンしんちゃん、あそうなんだ。イエルチンはイブキかチーって呼ばれてるよね。うん、なユエルユエルチチーなのかなチーすごい可愛い。そんなことないよみんな最近何してますか？なんかみんな何してるんだろうって思ってて。最近ホワイトデーには欲しすぎて無限に見える。おお、会いたいね。早く公演がしたいよ。さっきビビンバ見た。見たよ、食べたの。あつ森にまたハマってる。わ、私の友達と一緒じゃん。フォートナイトの人狼みたいなやつをみんなでやってる。いいね。料理めっちゃしてる。いいじゃん。私もね最近料理しようって思ってちょっとずつやってる。無限にスプラトゥーンやってる。おお、私最近スイッチ起動させてなくってね、実は。でもこの間ねマリオカートはねやったの。実は今日着てたパジャマスプラトゥーンの T シャツ。肌が綺麗。本当？おたかつじゃなくてもゲームで集まるのいいな。本当に仲良しだよね。いつもさ見てて思う。なんかあかりもさそういうさなんかなんて言えばいいの、友達欲しいなってめっちゃ思う。みんなでそうやっていっぱいさコンサートとか行けたりイベント行けたりするようなの楽しそうだなっていつも思ってる。肌綺麗でほっぺ触りたくなる。本当よく言われる。福川これおニューなんですよね。実はいとこと偶然お揃いだった。秘訣教えてください。でもねそんなメイクしてるからですよ今。でもなんだろうね、寝る前にビタミン C 飲んでるくらい。かえちゃんとのエピソード、かえちゃんにずっと前からあか
かりちゃんって呼んでって言ってるんですけど、一回も呼んでくれないの。ずっと一回はあるかな、なんかあかりちゃん、あかりさん、あかりちゃんみたいなのはあるけど、でもなんかあかりさんが重いなと思って、やっぱりだからあかりちゃんって呼んでほしいです。だって呼んでって言ったのが MV 撮ってた時だから3月とか5ヶ月とか経ったんですけど、あのまだあかりさんっていう呼びづらいのかな、あかりちゃんって呼んでほしい、なんか気軽に。ねえ、なんかメンバーの話してたら会いたくなっちゃいますね。田辺さん、みんなに会いたいよ。全然メンバーにも会えてないので、本当に私親以外に会ってないんですよ。親とコンビニの店員さんとスーパーの店員さんとくらいしか本当に会ってないの。だからもう人に会いたいです。人に会いたいです。友達にもね会いたいし、メンバーもです。もうみんなに会いたい。私あんまね電話得意じゃなくって、電話あんましないんですけど、あの LINE とかはめっちゃします。毎日友達と連絡取ってる。なこさん、うん、結構話しかけてくださってめっちゃ嬉しい。もう本当に会いたいです。友達がめっちゃあの連絡をくれるのでそうです、私今日と明日で夏休み終わりなんですよ。じゃあ今日あそこ集合で、どこやねんそう、電話はちょっと苦手なんですよね、なんか。だからいつも LINE でポンポンポンって打ってます。でもなんかその友達が唯一毎日 LINE してくれるというか、本当に幼馴染なんですよね。小学校小1の頃から、小 1?の前から知ってて、でもちゃんと話すようになったのは小1からで、で今まで本当に仲良し、なんか一回も喧嘩したことないし、気まずくなったこともないし、ずっと仲良しです。本当にわかる？スマホすぐ熱くなるよね。夏の思い出にバーベキューでもしようね、したいの。私さ、 YouTube でバーベキューしてる人見ちゃって本当に、うん、今スマホ熱いね。なんかスマホ熱くなるのに、こっちはさ触り、スマホ、こん、こっちはスマホ触りたいのに、スマホがめちゃくちゃさ熱いと本当に嫌になるよね。触らせろってなっちゃう、なんかなっちゃう。なんで熱くなるんだよってめちゃくちゃなる。バーベキューしたいフーフーするしか、原始的、すごい。冷蔵庫入れよう。ねえ、ダメじゃない、冷蔵庫入れるのダメでしょ。私ドラマは見てないです今日31度。なんか最近すごい涼しいなと思ったらやっぱまだ暑いね。
ーベキューしたい。オオカミくんも実は見てなくて、あんまり夏らしいこと何もしてない。あのそうめん食べたくらい天気悪いからね。わかるよね、本当にわかる。なんか偏頭痛って嫌になるよね。でも私あのバンってなる花火が苦手で、大きい音が苦手だから花火はあっちがいいです。手持ち花火が好きです。今日のあかりさん本当に可愛い。本当メイクしたよ。締めの線香花火ね。ねこの間なんだっけ、なんかのねテレビで春雨で線香花火ができるっていうのを見たんですよ。めちゃくちゃじわじわきた。だってさ、乾燥したあのふやかす前の春雨1本に火つけたら線香花火みたいになるんだって。テレビでやっててびっくりした。なんだっけあれ、何のテレビだっけな。一昨日くらいにねやってたんですよ。誰か見てる人いなかったかな、このテレビ。なんちゃんだっけな、テレビ朝日だった気がする。ごちゃんだった。あでも違う、違う。まだもうねどうしてもねあれなんです、私あのまだ関東の地元の時のテレビのチャンネルが頭に残ってるんですよね。だからテレビ朝日がごちゃんなんですよ自分の中で。でもこっちで5を押したら FBS じゃないですか。まだ実はあのリモコンでテレビのチャンネル変える時番組表見ちゃうんですよ。だからだから自分の中でまだ日テレが4ちゃんなんですよ。だから番組表見ないとテレビ見れなくて1はだって私の中では NHK だもんそう、もう福岡来て3年経つのに未だに覚えられないんですよね。1が NHK で2が E テレで3が何だったっけ覚えてない。4が日テレで5がテレ朝で7があのなんだっけあの乃木坂工事中とかやってるとこでなので8がフジテレビだったな。で9はなかった。 AKB ビンゴは4だった。あ花高だ、そうそれです。それでなんか見たの。3はテレビかなんか出る。え私7だった。あテレ東か、7がテレビ東京だ。そうそうそう、福岡6ちゃんなぜかないのに。6ないの、そうだったんだ。あそうなのね。宮崎ね2曲しかないっていうのを最近実は知りました。 CM に入るとチャンネル変える派？変えないかな、あんまり。そもそも実はあのテレビをね見なくって。
1秒でも泣き返そう。でも元旦じゃなくて大晦日はあの NHK じゃない紅白見ながらガキツカ見てっていうのをしてる。めっちゃチャンネル変えまくっちゃう。ガキツカが CM の時はあの紅白にしてみたいな。で紅白あの見たいアーティストさんが終わったら一回ガキツカにしてみたいな。めちゃくちゃやっちゃう。これでも結構あるあるじゃない？簡単わかるよね。そう紅白のアプリをそう一緒、それでなんか通知来て見に行くっていう。一生懸命走ることさ、たった一つの理由は好きだから。青春のラップタイムめっちゃ好き。楽しかったあの曲踊って。夏のキスはずっと残る、日焼けがそばかすになるよ。見つめ合って ここ自然に唇から唇へと愛が伝わった青春のラップタイムよね。ただ一つの理由は好きだから。熊本のセットリストも一回やりたいよね。トゥ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 。もう一回、もう5回くらい熊本戦わかる。なんか劇場公演くらいの頻度でやりたくなる。すごいからずっとめっちゃいいよね。だって僕は初恋至上主義。おお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 お。じゃあちょっとそろそろランキングを読みます。ドアップはい、13位がパクチーさん、12位が滝田さん、11位さかちゃん、10位が優しいおめめさん、9位が島和さん、8位が博多の細麺さん、7位がコムさん、6位がルートさん、5位が高っぴさん、4位がカニカマポさん、3位がアキラさん、2位がペネさん、1位があーちゃん神吉さん、ありがとうございます。急遽だったんですけど来てくれてありがとうございました。ゲリラ配信ありがとうございました。皆さんが元気が出たら、元気が出てくれてた出たら嬉しいです。ありがとうございました。じゃあみんな体調にはお気をつけて。